どうも、ハイチです。ちょっと今日は座り画角で失礼いたします。私ハイチですね、文房具が好きなんですけれども、なんか仕事をねさせてもらうたびに文房具の仕事をしたいですって結構周りに言ってたら、なんとキャンパスノートで有名なコクヨさんがですね、うちとやりませんって言ってくださいまして、ひとまずちょっと文房具ちょっと送るんで見てくださいって言ってくださったんです。ああ、じゃあちょっと送ってもらえるんでありがとうございますって言って送ってもらった結果がこれよ。ちょっと行きますよ。絶対ちょっとじゃないやつ。もうこんな送ってもらってありがとうございました。なので、せっかくなんで今回ちょっとこれ全部紹介するのはさすがにきついから、今から実際にね、ちょっと文房具ね、いろいろ触らせてもらって、いや、これ、いいなって思うものを、まあ、何個か皆さんに紹介していこうと思いますので、ぜひね、最後までお付き合いください。どうも、天の声です。夢中になりすぎて30分以上文房具触っていました。なんでこんな文房具って楽しいんですかね。ちなみに今映ってるかと思うんですが、コクヨさんの中の方からお手紙もいただきましたので、皆さんにも共有させていただきます。ぜひ最後までご覧くださいね。はい、ということで一通り見終わりました。気持ちとしてはもう全部紹介したい気持ちでいるんですけど、尺すんごいことになりそうなので、一応5種類紹介していきます。では第5位からいきましょう。それがこちら、これキャンパスカバーノートです。これキャンパスノートの周りにカバーがあって、ただノートを守るカバーって思うんですけど違うんですよ。中開けたらびっくりして、ここにねほらポケットが2つ入るんです。だから例えばこの緑をさ、数学のノートって決めておいたら、数学の授業で使ったプリントとか挟めるんですよね。俺そうだったんですけど、皆さんプリントってプリントだけのなんかファイル作りません？その中からさ、数学どことかさ、英語の提出のどれとかってなりません？だからこれだったら数学だけでまとめられるから、すっごい整理整頓しやすいんですよね。しかもね、カラーのバリエーションもいっぱいあるから、私結構整理整頓好きなタイプなんですけど、テンション上がりません？こうやってまとまってたら。これだからカバンとか入っててもさ、これはもう数学、これは英語、これは国語みたいな風にできるので、なんかすげえテンション上がった。で、俺欲しかった、いいなこれと思って、なんでちょっと紹介させてもらいました。第4位はこちら、ルーズリーフです。すっごい王道な感じすると思うんですけど、これ新しい商品らしくて、綺麗に消えて、滑らかに書けるかなっていう、まあシリーズなんですよ。で、実はこれプライベートでずっとこのね、サラサラ書けるシリーズ、これね、サラサラ書ける、あとしっかり書けるシリーズがあるのかな。で、これもう枚数少ないからさ、ストック買っちゃってるぐらい無地のやつずっと使ってて、書き心地がね、もうドストライクなのよ、このシリーズ。すごい好きで、で今回新しいこのね、綺麗に消えて滑らかに書ける、これも書かせてもらったんですけど、いいね。いい、まあすっごい王道なとこではあるんですけど、やっぱり書き心地ってすごく大事なとこだと思うので紹介させてもらいました。第3位はペンケースです。今回2種類のペンケースを送っていただいたんですが、私の好みはこっちでした。というのもこれね、開けるとこうやって中身がねすぐ分かるんですよ。しかもこうやって置いておけるのね。もともと筆箱の中身を少数精鋭を推してる人間です。いっぱい入れない。なんでかっていうと、まあ、うちの生徒にもいたんだけど、ペンがめちゃくちゃこう入ってて、もうちょっと太っちょになってる筆箱使ってることがいてさ、ペン探してるんだよね。でもちろん探すじゃんか。でもその探してる時間って数秒間、たった数秒でも積み重なったら、それでめちゃくちゃ無駄な時間を過ごしてるよなって俺は思ってる人間だから、少数精鋭にしてたらさ、パッてこんな、特にこれもそうだけど見つかりますよね。なのですごくいいなと思っておすすめさせてもらいました。ちなみに今回ハサミも送ってもらったんですけど、これとの相性もいいですよね。すごい綺麗に入るし、ちなみにこれ切れ味もいい感じでした。ちなみにカラーバリエーションもいろいろありますので、自分に合うやつをぜひね選んでみてください。第2位はこちら、スタディープランナーです。スタディープランナー、まあ、通称スタプラと呼ばれるものなんですが、まあ、聞き馴染みがない方もいるかもしれません。簡単に言うと計画表です。こちらはノート型のスタディープランナーになるんですが、これウィークリーで、こっち2ウィークスって書いてあります。つまりウィークリーの方は見開きで1週間の計画を立てながら使っていきましょう。そして
こちらは2ウィークスなんで、見開きで2週間メモしながらとかね、計画を立てながら使っていくことができます。私のところにもよく相談が来ますけど、やっぱり計画の立て方って難しいし、実際実行したらうまくいかないっていうことが多いじゃないですか。でも計画を立てる力っていうのは学生のうちだけじゃなくて、社会人になってもすごく大事なとこなんですね。で、学生の皆さんが一番計画を立てよう、頑張ろうってモチベーションが上がるのはいつか、それはテスト前です。まだ今までスタディープランナーを使ってなかったりとか、計画を立てる能力がちょっとね不安に思っている方におすすめなのがこちら、ルーズリーフ型のスタディープランナーです。これの中身はですね、表1週間、裏1週間、まあ2ウィークスで使うことができるんですけど、私だったらこう使ってって思うのがちょっともったいなく感じるかもしれないんですけど、2枚使います。だいたい、まあ、テスト勉強って2週間前から始める方が多いかと思うんですけど、2週間分の計画をこういう感じで立てます。で、それをみんなの勉強机の前に貼る。計画っていうのはとにかく目につくとこに置く、それが大事です。目標もそうなんですけど、基本的に人は書いて満足しちゃって目につくとこに置かないとね、忘れちゃうんですよ。でも常に勉強机の前に置いといたら、これを意識せざるを得ないし、ノートだと貼れないんですよね。だから最初導入としては、テスト前とかはこういうのを、まあね、裏ちょっと使わなくてもったいないと思うかもしれないけど、計画を立ててペタって貼って、それに沿って頑張っていく。で、やりながら計画は修正する必要は出てくるんですけども、かなりね、そういった意味でこれは使いやすいと思うので、ぜひ使ってみてください。そして第1位はにょん、ノートに貼る付箋です。今これを見てくださってる学生の皆さんは、おそらく俺と年の差が20歳以上あると思います。俺もうちょっとで40なので、で、俺らの時は多分なかったんですよ。で、これ神のアイテムだと思ってて、いや、みんなはね、親しみあるかもしれないけど、ノートに貼れるんですよ。で、どう貼るかっていうと、今ねノート持ってきたんですが、ノート書いてる時にやっぱさ、1ページにまとめたい、もしくはこう見開きのさ、ここでさ1単元まとめたいじゃないですか。でも先生が黒板に書く文字の量ってわからないし、ここでね、先生終わるかなと思ったら、先生消して足すんかいみたいな、なるじゃん。で、そういう時に、貼れるんですよ。ノートを足せるんです、下に。つまり、もう一書きしたかった時に貼れる。しかもこれ、いいのかな、いい仕事をしてるのが、ちゃんとね、ちょっと見えないですけど、点線があって、綺麗に折れるんですよ。これ私が折ったんじゃなくて、折り目がついてるから折れる。つまり、もう幅も取らないし、別にこれ、付箋貼ったからってかさばらないんですよね。全然ノート問題ない、普通にね。で、しかも下に貼れるやつもあるし、横に貼れるやつもやるし、図形が書きやすいノート用のその付箋もあったりする。だから、つまりこうやってとこに貼らなくても、ここにね、図を足したいからペタって上から貼ることだってできる。もういろんな使い方ができる。もともとノートをまとめるのがすごい結構こだわりが強いというか、好きなタイプだったんで、このアイテムがあったらね、もっと綺麗にまとめられたし、テンション上がるノートがね、作れたなって思うんですよね。だから、まあね、もう知ってる方もいたかもしれないんですけど、あえてね、ちょっと紹介させてもらいました。神のアイテム、付箋でございます。はい、ということで、ここまでご視聴いただきありがとうございました。文房具楽しいっすね。実はですね、今回紹介させてもらった文房具以外のものも含めてになるんですけども、私が選ばせてもらった文房具セットのプレゼントキャンペーンを実施しております。勉強のやり方だったりとか、今回紹介させてもらった国用さんの文房具の使い方なんかを紹介している学びクエストというサイトがあります。で、今期間限定で私ハイチここに登場しております。こちらの学びクエストを使っていただくと、私のサイン入りの文房具だったりとか、さっきね、お伝えした私が選んだ文房具セットが当たるキャンペーンに参加することができますので、ぜひ使ってみてください。詳しくは下の概要欄から学びクエストのサイトに飛んでいただけたらと思います。はい、ということでここまでご視聴いただきありがとうございました。新しい学校だったり、新しい学年になる時っていうのは、文房具のね、新しい相棒を見つけるチャンス、今年はこいつで行くぜ、お前が相棒だぜって見つけるチャンスでもあると思いますので、ぜひね、今回紹介した文房具も皆さんがね、こう文房具屋さんとか行った時に参考にしていただけたら嬉しく思います。では次回の動画でまたお会いしましょう。それじゃあまたね、バイバイ。